変装した、オデュッセウスの足を洗うエウルクレアエウルクレアは、ギリシア神話の女性である。の二名が知られている。以下に説明する。このエウルクレアは、ペルセーノールの子プースの娘である。イタ系の王、オデュッセウスの乳母で、テーレマコスも養育した。またペーネロペーの乳母エウリュの名と共に、女中頭だった。エウルクレアは若い頃、オデュッセウスの父、ラーエルテスに、 牛二十頭で飼われて、以来、オデュッセウスの一族に仕えた。ラーエルテイスは妻アンティクレイアと同様に、エウルクレイアを大切にしたが、妻が怒るのを恐れて、エウルクレイアには触れなかったという。後に、オデュッセウスが、トロイア戦争から帰国せず、ペーネロペーの求婚者たちが館で、オデュッセウスの財産を食い潰していたとき、エウルクレイアはオデュッセウスがすでに死んだものと思っていた。 そのため、テイレマコスが、父の消息を尋ねるために、ピロスやスパルタに旅に出ると聞いた時には、テイレマコスの身を、心配して反対した。しかし、テイレマコスに説得されて、ペーネロペーニルスを内緒にしておくことを約束した。後に帰国したオデュッセウスが変装して、館に現れたとき、エウルクレアは、ペーネロペーに命じられて、オデュッセウスの足を洗い、その足にある傷が、 オデュッセウスの傷と同じであることに気づき、その男がオデュッセウスであることを知った。エウリュクレアは思わずそのことをペーネロペーに話してしまいそうになったがオデュッセウスに止められた。またオデュッセウスが求婚者たちを撃った後、求婚者たちと深い関係になった女中たちの名を伝えた。彼女たちもテーレマコスラによって殺された。このエウリュクレアは一説に テーバイオ・ラーイオスの前妻で、オイディプースの母である。これによるとエピカステエは、ラーイオスの後妻で、その死後オイディプースの妻になったという。ありがとうございます。